かなり手強かったな。そうね、ずいぶん大きかったけれど、どこから現れたのかしら。どうや何かのきっかけで街道に出てしまったのでしょう。ふん、珍しいこともあるもんだな。あんたらよくやってくれた。いや助かったよ。一時はどうなることかと。いえ、無事でよかったです。今の魔獣のせいで足止めを食らってたんですね。ああそうだけど、その前に動力エンジンが故障を起こしちまったんだ。仕方ないから一旦停車して調べてみようとしたんだが、そこに今の魔獣が現れて立ち往生する羽目になったのか。通信機の調子が悪かったのもエンジントラブルが原因ですか。ああバスに搭載している通信機はエンジンから動力を取ってるからな。おっと、こうしちゃいられない。なんとか直せないか確かめないと。この様子だと復旧にはまだかかりそうね。一旦町に戻って交通課の人に報告した方がいいか。はあ、これも運命ですか。ま、面倒だけどそうするしかねえかもな。おい、さすがにまずいな。おいロイド、カッコ撃破に持ってくぞ。さすがに全部は相手にしてらんねえ。いや、ダメだ。それだとバスが襲われる可能性がある。ち、それもそうか。とにかくすぐに対処しないと。来ます。なんとか間に合ったかな。エステル、大丈夫かい。うん、私は別に。なんとかヨシアの切り込みのタイミングを作れてよかったわ。それはそうと、もしかしてクロスベル警察の人かしら。南口のところで交通課の人から話を聞いたんだけど。ああその君たちは。いきなり現れて混乱させちゃったみたいね。はじめまして、私はエステル、エステル・ブライトよ。僕はヨシュアと言います。遊撃士協会クロスベル支部に正式配属になったばかりです。やっぱり遊撃士か。自分たちはクロスベル警察特務支援課に所属するものです。危ないところをありがとう。本当に助かったよ。いいって。あなたたちも結構やりそうだし、余計なお世話かなってちょっと思ったんだけど。いや、正直危ないところだったよ。俺はロイド、ロイド・バニングスだ。はじめまして、エリー・マクダエルです。うっす、ランディ・オルランドだ。ディオ・プラトです、よろしく。ロイドさんに、エリーさんに、ランディさんに、ティオちゃん。あれ、ティオにロイドって。ちょっと面白い偶然だね。私たちの名前が
何か？ごめんごめん。ちょうど知り合いにティオとロイドさんがいたから面白い偶然だなって思って。もちろん全然似てないけどね。はあ。そういえば動力バスの方はどうですか？どうやらエンジントラブルを起こしているみたいですけど。ああ、クォーツの接続不良が原因なのは確かみたいだが、困ったな。こんなことならもう少しちゃんと整備研修を受けとくんだったぜ。そのよかったら少し見せてもらえますか？ひょっとしたらなんとか修理できるかもしれません。お、本当か？そういえばヨシア、飛行船の操縦とかできるもんね。簡単な整備ならお手の物か。いやー、さすが遊撃士、いざっていう時は頼りになるな。いえ、たまたまですから。なあティオスケ、お前エンジン修理とかは？いえ、門外漢です。動力ネットの関連機器ならそこそこわかりますけど。そういえばあなたたちはどうしてここに？私たちみたいに手配魔獣を探しに来たとか？いや、そういうわけじゃないけど。警察の任務でこの先にある病院に向かうところだったんです。そこでちょうどこの騒ぎに出くわしてしまって。この先の病院、聖ウルスラ医科大学でしたか？へえ、そんな場所があるんだ。あ、それじゃあこの場は私たちが引き受けるわよ。用事があるんだったら先に行った方がいいんじゃない？それは。せっかくだからお願いしよう。エステルさんにヨシア君だったかな。あ、呼び捨てでいいわよ。見たところ同い年くらいだし。そうだね。できればお近づきの印に。ああ。それじゃ、エステル、ヨシア、動力バスのことをよろしくお願いするよ。うん。君たちの方も気をつけて。そういえば特務支援課だったっけ？確か遊撃士と似たような仕事をする部署って聞いたけど。まあ、あながち間違いではありませんね。そっかなんだか嬉しいわね。嬉しいって、そりゃまたどうしてだい？だって似たような志で仕事をしてくれてるんでしょ？それって要するにお仲間みたいなもんじゃない今後ともよろしくね。こりゃまた。お人よしさではロイドさん以上ですか。なんだか眩しいくらいねああ、こちらこそよろしく頼むよ。しかし動力者といい、なんとかネットワークってのといい、クロスベルは進んでるわね。てっきり私リベールが一番動力技術が進んでると思ってたけど。まあリベールも技術先進国だけど、伝統を大事にする傾向があるからね。それに動力ネットワークに関してはエプスタイン財団の肝入りみたいだ。その意味では今一番動力化が進んでいる場所はこのクロスベルかもしれないな。なるほど。ティータとか連れてきたら飛び上がって喜んじゃいそうねそうだね。エステル、寂しいあんな形だったけどちゃんと再会できたしね。あれから3ヶ月か。みんな元気にしてるのかな？大丈夫、きっとみんな元気でいるさ。誰の話だろう。
任せてください。はいはい、行くぜ。任せちゃった。よしと。はいはい、行くぜ。任せちゃった。行きます。さあ、先を急ぎましょう。遊撃士協会のニューフェイス、エステルとヨシュアか。なんだか思わずため息が出てしまうわね。私たちと同い年くらいだけど、相当高位の遊撃士なのかしら。ああ、間違いねえだろう。あの身のこなしと技のキレ、かなりの修羅場をくぐってるぜ。そうですね。私たちが苦労した魔獣はあっという間でしたし、今後はあの人たちも商売敵になるわけですか。そうだな。落ち込んでも仕方ない。俺たちは俺たちで頑張ればいいさ。それに商売敵というよりいいライバルって考えておこう。その方がやる気が出てこないか。ライバルというには実力差がありすぎる気が。まあ、それでもあのハリオスっておっさんよりはまだ追いつけそうではあるかもな。それは確かに。まあ、気の持ちようってことさ。せっかくの彼らの行為だ。このまま病院まで行かせてもらおう。また徒歩ですけど、まあ仕方ない展開ですね。せいぜい少しでも体を鍛えておきましょう。任せてくれ。光と同じくらいの剣を打ち取り込みました。行くぞ。
ケアしました。よし、上げていこうぜ。はい、行くぞ。よっしゃ、畳みかけるぞ。よっよし。ここなら釣れそうだな。それ。
こんなもんかな。それまずまずかな。それよし、大物だ。それていこうぜ。はい、私の番です。へい、行くぜ。正規カリトラブ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 ラ。畳みかけるぞ。よっ、行くぞ。行きます。はあ、これで一安心です。はい、そこです。よし、行くぞ。行きます。分析を開始しました。私の番ね。そこ。よっしゃ。私の番です。行くぞ。行きます。分析を開始しました。はい、任せろ。おととい来やがれってな。えい、さあかかってこい。行くぞ。私、はい。
畳みかけるぞ。了解。行くぞ。チャンスです。分析を開始します。情報を入手しました。任せて。俺の番だ。ちょろいぜ。よっしゃ、畳みかけるぞ。チャンスだ。よし、あれだ。よし、上出来だ。敵集団との戦闘。よし、もう大丈夫だ。やったぞ。
接近。私の能力は任せて。上げていこうぜ。行きます。よし、もう大丈夫だ。よし、渡せ。任せろ。ちょろいぜ。ここなら釣れそうだな。それ。それ。よし、大物だ。それ。しまった。それ。よし、大物だ。まずまずかな。せいや、そこで俺の手につけ。よし、行きそこです。私ペース。これで一安心です。行くぞ。行きます。はい、そこです。俺の
くぞ。さあ、タイガージャージ。ガンナムオーバードライバー、データ収集終了しました。私の番ね。俺の番だな。さあ、じゃあ、チャージ。まだまだいける。任せろ。行くぞ。行くぞ。任せろ。よし、もう大丈夫だ。かかってきよう。任せ。任せ。俺の番。まだまだいける。始めましょう。俺の番だな。私の番です。正規化に引っかかりました。さあ、俺の番。まあ、こんなもんかね。敵接近。おっしゃー。そこだ。これが俺たちの力だ。速攻で蹴りをつける。行くぞ。それ。私の番です。ガンナムオーバードライバー、出力スタンダード。俺の番だな。おととい来やがれでな。行きます。分析を開始します。情報を入手しました。みんな、チャンスよ。任せてくれ。私は。さあ、先を急ぎましょう。よし、上げていこうぜ。はい、任せてくれ。さあ、チャージ。行
ていきます。宝石を入手しました。さてと、光とライダーで剣より光が見ました。私の番です。任せろ、任せて、行きます。